She's a killer queen, gunpowder till the teen, dynamite with a laser beam, a gun to blow your mind. She keeps the water shining in her beauty cabinet. Tenderly cake, she said, just like Marie Antoinette. Beauty and remedy, a cost shop, Kennedy, any time, an invitation. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Well, man, China, then I get shot, minor. Then I get a celebrity. She's a queen. Perfume came naturally from Paris. For a girl, she couldn't care less. And besides, she's a killer. Top of a head, she's willing as fast. Like a cabinet, pussy can move and momentarily out of action. Temporarily out of action. She's a killer queen, gunpowder till the teeth, dynamite with a laser beam. はい、ジャム2016へ皆さんようこそ、ピルスです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで盛り上がってますね。はい、もう上の方までありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでジャム2016もですね、前半戦ファーストステージがあと残すところリバウンドということでね、はい、だんだんね、さらに盛り上がっているところだと思いますけれども、はい、改めまして私たちはピルスというバンドでございます。はい、はい、中央大学は、カメラサークル Tweet Your Voice という所属しているバンドでございまして、混声で洋楽を歌わせていただいております。はい、今日はね、15分間というステージね、精一杯歌いますので、皆さん足を止めてね、ゆっくり聴いていていただければなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、これ1曲目ですね。はい、しました曲は、フレディ・マーキュリー、あ、違いますね。まあ、合ってるけどね。クイーンの、はい、クイーンでキラークイーンでした。はい、この曲はですね、まあ、先ほども言ったように、あのフレディ・マーキュリーが作った曲なんですけれども、はい、魅力的すぎる女性のことを書いた曲でして、うん、そうですね、書いた本人もちょっとね、気持ちの高ぶりに任せて書いたゆえに、ね、何を結局書きたかったのか分かんなくなっちゃったっていう風に残してるくらいで、まあ、ちょっと不思議なね、感じの曲になっておりました。はい、でもちょっと次お送りするのはね、また変わって、ね、はい、次お送りする曲はですね、ビリー・ジョエルさんの、ピアノマンという曲を出していただきたいと思います。はい、このグループでですね、一番、ライブとかね、イベントとか
でたくさん歌ってきた曲で、うんね、最初はね、この次リードボーカル務めるこのなゆたくんっていうんですけど、このなゆたくんがね、まあ、僕がすごい好きな楽曲でやりたいってこうね、ご了承して始めた曲ではあったんですけども、はい、やっぱりね、こうバンドというかグループでね、ずっと歌ってきて、本当に僕たちにとって、全員にとってね、すごい大事な歌、となってきて、ですごいね、思いを込めて、そうですね、こっちゃいます、自然とね。そうなんですね、うん、まあまあいい曲なんでね、はい、はい、その良さみたいなものが、少しでも聴いてる皆様に伝えれば、伝えられればなと思いながら精一杯歌わせていただきたいと思います。はい、はい、というわけでお聴きください。ビリジョエルでピアノマン。Oh, ta-d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 a.
ということで、お聴きいただきました、ピアノマンでした。はい、ちょっと戻ろうか。はい、ということで、はい、先ほどの MC でも言ったんですけど、ピアノマンはね、私たちが一番大切に歌ってきた曲で、実はこの去年の、昨年のですね、ジャム2015でも、はい、披露させていただきましてですね、はい、そうですね、ね、ジャム2015、そして今年のジャム2016でね、はい、2年で、2連続のこのね、素晴らしい舞台に立たせていただくことをね、大変嬉しく思ってますね。はい。はい、でまたね、それもまた、今まで応援してくださった皆様のおかげさまで、ね、楽しんでいただいているということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、2016年もこのジャム2016という舞台をですね、目標に精一杯ね、アカペラに取り組んでまいりまして、1年間のね、前に見てくださった方は1年間のね、進化、パワーアップした、そうですね、さらに見ていただきたいと思って今日ここに立っております。はい、はい、ということで最後になりますが、はい、そんな曲、はい、そんな、はい、ね、はい、次の曲にはですね、ブルースブラザーズというアメリカの1980年に公開された映画の中からですね、3曲ピックアップしたメドレーになっております。おそらく皆さん CM とかで絶対ね、聴いたことある曲が入ってると思うので、はい、そしてそれが我々最後の曲ともそうなんで、はい、皆さん最後、これは今の曲と違って盛り上がる曲なので、そうですよ、皆さん最後に手を叩いていただくなり、ね、体を動かすなりして最後一緒に皆さんと楽しんで、はいはい、この場にいることを我々も感謝しつつ、そうですね、そうですね、はい、歌わせていただければなと思います。はい、では聴いてください、はい、ブルースブラザーズメドレー。She got a kiss, she got a kiss, she got a kiss on your
ダルさん。My baby makes sweet to me. I never, 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 never,